瀬戸地のクロスレディオ。こんばんは。そろそろ新しいパソコンが必要じゃないかと思っている瀬戸地です。こんばんは。最近無欲のゆうです。あ、無欲なんだ。無欲、右欲、いや、左翼、あ、違う、無欲。あ、本当ですか、うん、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。でもね、レッド、なんでもないです。クロスオークレディオは繋がることをコンセプトとしたラジオ番組です。誰かと誰かが繋がって、そして私たち MC と皆さんが繋がって、今までなかった新しいものを世の中にたくさん作っていこうという、そういう番組でございます。はい、この番組はユーストリームを利用して配信されています。パソコンの他にスマートフォンでもお楽しみいただけます。ユーストリームアプリをインストールしてからクロストークレディオで検索して番組ページへアクセスしてください。今日はね、うん、新しいことをやろうとしていまして。そうなの？そのせいでさっきから CPU の使用率をモニターしてるんですですけれども、はい、ちょいちょい 100% になっててですね、はい、要はあの懐かしの BSOD が起こる可能性が高まっていますので、ね、つまりあの気が気じゃない瀬戸っちと、はい、たまにイライラする瀬戸っちが見れるかもしれないという可能性ありますね。スペシャルですね、はい、さあ若干ねカクカクしてますからね今日絵がね。あ、はい、動かないようにしよう、うん、これなんでかというのまた後でね、うん、お知らせしたいと思います。 そうですね、はい、そこまで持つかっていうのが大事です、ね、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組ウェブサイト ct-radio.net のトップページのメッセージはこちらからアイコン、もしくはメールアットマーク ct-radio.net mail アットマーク ct-radio.net までどしどしぼしお寄せください。ぼしどしどしどしください。どしどしお寄せください。はい、ツイッターのアカウントも稼働中です。アカウントはクロストークレディオです。ぜひフォローしてください。クロストークレディオへのご意見ご感想はクロストークレディオアカウントに直接リプライしてください。皆様からの生の声ぜひぜひお寄せください。なんなの、ユウさんも使用率高めなの今日ちょっと。今日ね、うん、高めだね。高めだ。うん、だって俺こいつもさ、うん、まあいいや、あのここね、うん、割り当て違うじゃん。うん、ね、うん、まあそれでは、はい、クロストークレディオこの後深夜12時までお付き合いください。はいよー。いろんな人と知り合いたい、いろんな人とつながりたい、そしていろんな人と楽しく暮らしたい。クロストークレディオは今までになかった新しいネットラジオの形を目指します。 You& 瀬戸っちのクロストークレディオ。改めましてこんばんは、瀬戸っちです。 You です。いやー怖いね、さっきからすっげーカクカクしてるよ映像が。俺もう見ないようにしてるよ。これなんでこんなことになってるかっていうとね、はい、これなんでこんなことになってるかっていうと、どういう風になってるんですか今日はね、うん、これを導入したんですよ。これのせいです。皆さんこんばんは、ゆうです。このね、ワイカメ、ワイカメ、いわゆるワイカメと言われる通称ワイカメですね。このゆうさんカメラを導入したことによりまして、はい、うん、飛躍的に CPU 利用が上がるというですね、うん、もう PC 開発者としては一番やってはいけないことをやっている状態でございますけれども、本当に、はい、なぜワイカメを導入したのかね、うん、これはその後ねいろいろ分かってくるわけですね、分かってくるわけなんですけれども、はい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 、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい、まあそんな感じでね、うんうん、夏ですけれども、夏ですよ。だいぶ涼しくなりましたね今日さ、うん、なんか空の雲の形とか、うん、すごい秋っぽかったの。本当、すぐもうなんか嫌いになっちゃうとかそういう秋っぽいじゃないよ。全然そんな誰も聞いてないし、オータム感だよ、オータム感、オータム感出てなかった。大谷さんでしたね。そう、確かによくお腹壊すけど俺、うん、そう違うよ、うん、ごめんね、面白くない割に引っ張ってね、うんうん、早速いただいてますね、トラッキーさんから間に合った言うてね、 ありがとうございます。今日も頑張ってやっておりますからぜひ聞いてください。はい、トラッキーさんといえば、はいはい、ゴーヤ。いや、そういう個人的な話はいいんじゃないですか。いいですか、分かりにくいですからね、はいはい、聞いてらっしゃる方ね。はい、まあまあまあ、さっき秋っていう話ありましたけれども、はい、だいぶ確かに秋らしくなって、うん、夜なんかね、うん、涼しくなりましたよね。でもなんかまだ家の中暑くない？家の中暑いんだけどさ、会社から書いた時のさ、うん、なんでこんな暑いのっていうあの感じ、謎の感じね。そうあるけどさ、いやいや、僕言いたいのは、うん、その窓開ければ、うん、たまにこうなんていうの、あー、夜風が気持ちいい、霧ヶ峰な風来るじゃないですか。そうだね、涼しい感じの風、うん、だいぶあー涼しくなったなと思って。確かにね、やっぱお盆過ぎるとだいぶね涼しくなるっていうの昔からあるんですけど、はいはいはい、確かにそうだなーなんて思ってね。確かにね、まだ昼間は暑いんで、暑い、ね、気をつけてほしいですね。暑いね、はい、暑い暑い。で、あの今日ちょっとこういう、なんか可愛い T シャツ着てるじゃないですか。ビヨーンっていう、うん、どうしたのそれ。これあの友達にもらったんですけれども、うん、着て やるって言ったんで、うん、着てやってますそういう約束があるのね。はい、約束があって、すごいちっちゃいところでの約束があったけどね。ちっちゃいところでもね、守っていきますよ、そうですね、僕はちゃんと、はい、はい、というね、うんうん、まあ、それだけなんですけれども、よかったです。
ぜひそのカエルのようにぴょんぴょん飛び跳ねていきたいなと、はい、行きたいなと思ってますよ、はい、本当にそういうことですよね。それがそれから皆さんにお知らせしなきゃいけないことがたくさんありますよ。はい、まず1個目、うん、まず1個目って1個目しかないんだけどあのついにね、はいはい、我々、はい、あのことですか、ゆうさんの、はいはい、あの伝説のですね、うん、壁紙の配信をスタートしまして、あの罰ゲーム、そうそう、あの渋谷ね、あの本当に1年経ったよね、1年経ちましたよね、去年の、うん、渋谷なんでY壁にしたゆうさんだからそういうことね、去年やった動画、あの画像がねついにこう配信されましてね、こちらかっこいい ねかっこ悪くていいじゃないかっていう、この発想がかっこ悪いっていうこの感じでねお送りしてますけれども、これぜひ皆さんぜひ使っていただいてね、うん、どんどん会社の PC とかでね、そうね、ちょっとプロジェクターとかに映してほしくないけどね、そう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 、バッて出てきたゆうさんがビャンみたいな、そういう感じで使ってほしいんですけど、やめてほしいよね。いや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 、まあでも罰ゲームなんで、うん、これ罰ゲームの起源はないんですね。え、何ないですか。なんでもないです。これも永遠とこうあの絞られ続けるんですね。永遠と絞られ続けるっていう番組。もうサトウキビより長くこう絞られるんですね。はい、うん、あ、わかりましたよ。それからね、うん、あのまあ、全然関係ない話なんですけどね、はい、あのこの間、うん、前の職場というか前の職場で前の課の、うん、前の課っていうか僕の課のマネージャーが変わったんですけど、はいはいはい、そのマネージャーさんとご飯を食べに行く機会がありまして、うん、ご飯食べに行ったんですけど、うん、でその時に、うん、彼が教えてくれたんですけど、うん、今パシフィコでさゆかちゃん見れるじゃん、うん、ね、うん、ゆかちゃん、うん、マンモスの、うん、だからゆかちゃん見た版権を使うと、うん、みなとみらいのあたりのご飯屋さんってすげえ安くなるんですって。あ、そうなるね、はいはいはい、いろんな杏仁豆腐もらえたりするらしいんですけど、はいはいはい、それで元を取ったっていう話を聞きました。元取れるの？なんか元取るくらい相当使いまくってるらしくて、あ、あれって何、一回使い切りじゃなくて何回でも使えるってこと？チラッて見せて、うん、あ、じゃあっていう感じらしいんですよ。あ、そういうスタイルなんだ、はい、そう、で元取っ、まあいいって、どうぞ。結局それを使うためにいくらか支払ってるわけだよね、うんうんうん、だから元取ったかっていうことを考えるとどうなのかっていうことだよね、うん、え、うん、そういうことでしょ。いやだからその払った分だけサービスを別で回収したっていう、ゆかちゃんの分は、うん、回収してましたよと、そういうこと、そういうこと、そういうことね、そうそうそう、はいはい、どうせあそこら辺でご飯を食べるんだったらゆかちゃんを使い切り、うん、もうあのサービスを使うだけ使った方がいいんじゃないかという考えってことですよね、うん、そういう話で、はいはいはい、そういう人が偉くなるんだなってちょっと心の中で思いながら話を聞いてましたね。あー、わかりました。なんですか、もう今流行ってるじゃないですか、うん、絶対5億回収する的なね倍返しだ的なね、10倍返しだ的なね。今日なんか面白いなったよね。何何、2チャンネル系のやつで、知らない、何、フライを返すのはなんだっつって、フライ返しだってその揚げ物なんかそういうのでこうやってるのがあった。うん、なんとか返しだ、足つった小村帰りだ。あー、なるほどね、それずっとやり続けるパターンですね。そう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 、なんかフィジーから来てますけれども、はいはい、前のかのかっこジョって来てますけれども、うん、何に対しての話なんですかね。前の彼の人ってことでしょ。あー、前の彼女じゃないですよ、うん、前の何ですか。さあ、瀬戸っちが歯切れが悪くなってきたところでチームというか、ね、そういうことですね。そういう感じです、そういうことですね。はい、はい、いきますか、いきますか、そろそろ次のコーナーいっちゃいますか、はい、いきますか、はい、いきましょうか、はい、続いてのコーナーこちらでございますよ。つなかり、つながりのコーナーです。はい、なんか今日大丈夫、さっきからちょっと何がミスが続いてるけど、あのね、うん、感度がいい、今日感度がいいと、ぷぷってなっちゃった、ぷぷってなっちゃった、ぷぷってなっちゃった、何の話やんえ、だからタッチパネルの話だよさあ行きましょうか、今日のつながんこちらでございますよ。じゃあ発表をお願いしていいですか。はい、いいですか、行きますよ。じゃあ発表お願いいたします。はい、ヘアグラムフード新式マイルドサラトカルキャノーラオイル使用ライトミートカツオ油漬けかっこフレーク225kcalパー缶。あれ、意外とカロリー高くないですか。はいはいはいだからね、あのね、これね、あのね、ワイカメ新しく使ったのはいいけど、ワイカメの正しい使い方でこう酷使使いすぎじゃないですか。はい、こちらです。ということでね、今日はこれ食べていきたいと思うんですけれども、まあアンテナ羽衣さんですよ。はい、これだからね、コラボレーションものですね。
いわゆる一つのね、キャノーラ油ですよね。日清さんですかね。日清さんですかね、はい。これとコラボってるやつですけど、はいはいはい。これ今日食べていきたいと思います。よろしくお願いします。いいですか。はい。じゃあ早速、かあけの儀、はい、よろしくお願いいたします。はい。行きましょう。まあごめんね、まあね、ごめんね、もうちょっとあの缶叩くのかなって思ってまあこんなもんですよね、羽衣さんですから。そうですね、あのいい音だよね、こうなんかあのなんだろうな、硬めのパカッっていう音。そうそうそう、ここはほんとブレないよね、うん、ここブレない、ブレないね。じゃあゆうさんどうぞ。あ、いいんですか、いっちゃってくださいよ。これまずね、225キロカロリーありますから。俺この後のね、形容に響くんじゃないかと思って、うん、ねえ、ほんと心配ですけれども、まず匂い。はいはい、匂い、砂の匂いですね。でしょうね、うん、あ、スプーン変わった。いや、別にそう変わってないですけど、うん、じゃあ一口目いただきます。はい、どうぞ、いっちゃってください。あ、何、美味しい。油感がどうか、ちょっとちゃんと、まあ、そこはちょっとね、うん、あの油感はあるんですよ。はいはいはい、ちょっとサラ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 してる油、サラサラな感じ、うん、でね、なんかこの油サラサラしてるんで、うん、なんか体に良さそうな気はしますねでも油断、この一さじが命取り。なるほどね、これいっぱい食べ過ぎちゃうと、うん、よくないんで、うん、めっちゃ食べてるじゃないですか、とはいえ止まんないね。行ってみようか、うん、あ、いいね、噛んだ時に鼻に抜ける香りがたまらないです。ツナ缶の香りですね。だからツナ缶なんですよね。同じこと繰り返してますけどね。どうですか、油感とか色とか。色はね、ちょっと茶色系のなんのかな、あのピンク色っていうか、ちょっとあの白身がかかってないんで。油っていうよりな、赤茶色な感じなんですけど、油の特徴があんまり出てない感じしますけどね。そうそう、あのさらってしてる、本当に水っぽいけど、でも油ですよね。あ、そういうことか、うん、あっさりしてるから、うん、油なんだけど、そうそうそう、水っぽく感じちゃうという。そう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 、まあ、でもあっさりしてますね、確かにね。すごいそのなんかと粘度が低い油だから、すごいなんか水煮っぽく感じちゃうけど、でもあの湯漬けですよ。うん、美味しいねこれね、うん、どう、この噛んだ時の鼻に抜ける匂いが良くない？なんか、うん、味がすごい僕いい感じがするんですけどね。あ、やっぱバランス取れてる感じ。なんか、魚が強くなさすぎるっていうのか、なんだろうね、ちょっと分かんないですけど、油今日味が美味しい、はいはい、味が美味しい、とにかく。あ、本当に、うん、これあれだね、瀬戸っち全部食べちゃうパティーンだね。ちょっと待って、あの、うん、今あれのあれ作ってるからね。あ、すいません、ツナマヨを作っていただいてますよ。はい、ありがとうございます。全然ね、油を切ってるんですけどね、うん、なかなかこうツナと一緒に持ってかれてね、油が缶の中に残ってないっていう事態に陥ってますね。それでもね、うん、頑張って生きてるんですよ。頑張って生きてる、うん、てそうだね、うん、分かってる分かってる。いや、これね、本当になんだろう、魚臭さを油がいい感じに消してくれてるのかな。それでのおかげでこう最後に鼻から抜ける魚の匂いがちょっと弱まっていい塩梅になってるのかなって僕は思ってますね。かもね、はい、もうなんかさ、はい、あ、ほんとだ、油すげえな。ツナ缶さ、うんうん、ちょっとあなたの周りのツナ缶ありませんか？僕の周り？募集してますよ、本当に。まあ、本当にそういうことね、うん、はいはいはい、確かにね、あの何名かの方からね、あのこのツナ缶いいよいただいたね、うん、いただいてますけど、ちょっとまだね、もっといろんなね、全国各地からいただきたいなと思ってますので、うん、はい、できましたよ。はい、瀬戸っちはツナマヨを作ってくれました。きっとね、これ優雅ほらなるんでしょ。はい、じゃあいただきます。ワイカメ意識してやってるね、ワイカメね。いいよ、そういうの、そういうのいいよ。誰もなんかあれだよ。あれ、佐藤さんこんな感じやってなかった？ちょっと真似してください。佐藤さんはいいんです、それやっても。ダメ？いや、いい、まあいいけど。うん。どう？安定？あのね、すごい化ける。本当？うん。これ本当に美味しい。マヨネーズのバランスが最高。おー、わかるでしょ。
こうなんか今までちょっと弱かった油感がそのマヨネーズの油感がいい感じにプラスされてそのマヨネーズ他の卵とかの成分によりすごいまろやかになってるんですよ。これ分かった。もともとさ、うん、味がちょっと濃いめなんじゃない？あ、ツナ缶のね。だからこう酸味が足されることによって、はいはい、さっぱりするというか、うんうん、あーすごいね。あるんじゃないかな、そういう感じが。確かにね、うん、なんかその味が強いのってやっぱその色が濃いところあるじゃないですか。マグロの身でもちょっと色が違うところ、そういうとこなのかな。なんだろうね、うん、これ美味しいね。もう本当は放送中に全部食べてしまいたい勢いなんですけども、ちょっとこれはねちょっとねいろいろあるんでね、これ採点をしないし、うん、採点いきましょう。はい、うん、でもねちょ味がちょっと俺濃すぎるかもしれない。味濃すぎる。でもうまいんだけどね。ああ、はいはいはい。あれ瀬戸ちょっとこれ難しいね。衰えてきちゃったんじゃないの何が？体が。体ね衰えてますよ。もう最近あれですよ、冷房に超弱くなったし、うん、なんかね、うん、ダメ、すぐ疲れる歩いてても本当に歩いててもすぐ疲れちゃう。それね俺がね6年前ぐらいに経験したねで採点してますよ。いや今日はね疲れたんだよね実は。どうしたの？放送前から。放送前何があったの？ちょっと出かけてまして、うんうんうん、疲れちゃって、うん、なんとか頑張ってるっていうところだね。あ、そういうアピールはね、うんうん、ここでしても何もメリットないですここはここ、そこはそこ、そういう厳しい感じですよね、うん、そういうの良くない。さあできました。できました。じゃあせっかくなんであれですかねワイカメ使いますか。はいはい、じゃあ教えてください。管掛け音が4ですか。見にくいな。3.5です。 3.5、 はい。味が4、はい。で油が 3、うん、色が2、3ですか。で香りが 3.5、はい、となりました、うん、なんで管掛け音これ低いの？管掛け音ね、やっぱいいの聞いてきちゃってるじゃないですか、うん、なんで同じレベルだと僕思うんですけどね。4かなと思ったんだけど、うん、もうちょっとなんかこう切れ味があってもいいかなと。切れ味、ね、最初のポコってところに、うん、こうなんか余韻がもうちょっと確かにちょっとね、うん、弱かった。音はあったんだけどもうちょっと強くてもいいかなと思った。なるほど。なんか少しな粘り気がある感じだったんで、そこもうちょっとパカンチュクチュクでシュヒューってなってほしかったんで。なるほど。ちょっとここは厳しめに 3.5 とさせていただきました。わかりました、はい、ありがとうございます。こんな感じでいいですかね。いや、はい、でもね美味しいわ。なんかあれじゃないですか、いつも2人で仲良く1缶を半分こしてるじゃないですか、うんうん、なんか量がちょうどいいよね。その、まあね、これを1缶食えって言われたら辛いけど、辛いね、1口2口この量だと、うん、とてもいいなんか、うん、お酒のつまみになりますよね、うんうん、はい、お酒のつまみなのね、うん、はい、ありがとうございました、はい。このコーナーではあなたの周りのツナを探しております。家の近くのおにぎり屋さんのツナマヨが美味しい、近くのお寿司屋さんのマグロが美味しいなど、ツナにまつわる情報を教えてください。またツナ缶の美味しい料理方法についても募集しておりますよ。番組ページ ct-radio.net トップページのメッセージはこちらからアイコン、もしくはメールアットマーク ct-radio.net までどしどしお寄せください。以上つながりのコーナーでした。それではここで1曲お送りしましょう。ボーカルのりえこちゃんがめっちゃ可愛い可愛い三日月ゴシップの皆さんの楽曲をお送りしましょう。9月13日にはミニアルバムが出るということで、ね、楽しみですね。今日はこの曲をお送りしますよ。三日月ゴシップ、あの子はラプンツェル。教えてたまで痛いも、エロスも、怪しくなるでしょう。
母さん、いつもどうでもいいメールばっか送ってくるのに、どうして僕の誕生日の時はメール送ってきてくれないの？ You and セトッチのクロストークレディオ。アイドルペロペロかーい。こんばんは、ペロユイチローです。昨今のアイドルや女優について深く切り込むこのコーナー、今夜も斬新かつ新鮮な視点から新しい時代のアイドル女優さんのあるべき姿を語っていきたいと思います。本日も専門家の方をお迎えしております。ご紹介しましょう。アイドル女優評論家の高橋チェリーユーベンジャミンペロペロ先生です。よろしくお願いします。どうもペロペロペロ先生、ね、せっかくちょっとじゃあワイカメっていうのがあるんでね、ペロカメちょっと決めちゃってもらっていいですか。いいよペロ。はい、ありがとうございました。はい、どうも。便利だな、ペロカメ。ペロカメじゃないよ。じゃあ本日もね、頑張っていきましょうよ。うん、はい、じゃあ先生、うん、今回紹介する方、はい、どなたなのか、はい、教えてたもれ。今回紹介するのはこの方、岩崎奈美ちゃん。ね、うん、どうでもいいんですけど、さっきのね、うん、なんだっけ、三日月ゴシップ、うん、まあでもいいんですよ、うん、ちょっと簡単に紹介させてよ。ここでどうぞ。うん、あのね、うん、まあこの間ちょっとライブがありました、そこに行かせていただいたんですけれども、うん、もうボーカルのねリエコちゃんがめっちゃ可愛いわけですよ、うん、もうあんすっげえ可愛い子なんですよ。あんな可愛い子がエロスとかね、うん、いやらしいとかっていう歌詞をね、うん、歌っちゃってるわけよ、うん、いいよね。誰歌わせてるんじゃないの。まあそれもあるけど、うん、まあでもそのバンドとしていいじゃないですか、うん、ぜひ呼びたいよね。呼びたいし、あの、はい、座談会のあれとして取り上げたいよね、うん、それはね、ちょっと両親の呵責。別にバカにしてないですからね、このコーナーね、うん、で9月13日にミニアルバムカミングスンっていう8曲入りのやつがね発売されるってことでね、うん、楽しみですよ。カミングスンね、まさにそうなんですよ、うん、8月30日にはねまたライブがあるそうで、うん、はい、ちょっと場所が分かんないですけれども、新宿でしたっけね、うん、うん、のどっかだったかな。いやでもね、うん、楽しみですね。楽しみ。はい、うん、じゃあ早速行きましょうか、はい、あ、じゃねえよ、はい、紹介しなきゃ。そうです、岩崎奈美。1996年10月25日生まれね、女優、日本の女優、ファッションモデル、タレントさんということで、はい、そうだった、画像出そうか、うん、こんな感じになってます。かわいいね、お団子なのにね、お団子、せっかくのお団子が台無しですよね、どこが。でまあ、なんでこれ水着着てるのかっていうと、うん、まあ、あるんですけれども、ちょっといきますか。2009年ティーン向けも、ファッション誌、うん、花中の専属モデルとしてデビュー、うん、知らないね。私も知らない。花中って何。花中ってベロ中の仲間ですか。なんか多分田中くんのあだ名ね、それ花中。花中、うん、あ、はいはい。2011年2月サントリーなっちゃんで CM 初主演と。これ知らなかった。知らないね、うん、2012年10月より雑誌 JJ 専属モデルとなると、うん、そしてここですね、2012年11月、うん、2013年度のトーレ水着キャンペーンガールに就任、うん、素晴らしいね、うん、そしてあ、これか、こちら2013年6月、うん、読売ランド、うん、2013年夏のイメージキャラクターに就任。これも駅のポスターいっぱい貼ってある。すごいね、うん、あのなんちゃらランドのさ、うん、水着のお姉さんたちの、うん、そのなんていうんですか、あのわがままボディーさって何なんですかね。あれね、もうわがまますぎよ。すごいよね、うん、東京サマーランドとかさ、わかる、臨海線とか、あと大磯ロングビーチとかね、かさ、すごいよね。わかるわ。それでこれね、うん、それでこれ、うん、このせっかくのお団子が台無し。横んとこいいですね。こう検索してください、はい、もうちょっと見せられないんであれですけど、ちょっと同じような画像があるんでね、それぜひ見てください。はい、じゃあ行きますか、うん、じゃあ先生、うん、岩崎さん、うん、どこがいいんでしょうか。一つ目のポイント教えてください。なっちゃいなっぱいなっぱいらた。かわいいのにオタク。
わかりやすいね。この子ね、すごい AKB オタクらしいの。あ、AKB オタクなんだ、うん、それでね、うん、なんかテレビ番組でそのこと言って、うん、その時に、握手券欲しいからって言って同じ CD いっぱい買ったことを見せつけたら、うん、テレビでお前それ本当に罠にはまってるそのまま言われちゃったみたいです。でもすごくない、この女の子でそこまで買う人いるんだなっていうのを私知らなくて、ね、珍しいかもしれない。これすごいと思う。うん、私そこがいいな、そのギャップ。ギャップね。やっぱいいや、そのすごい可愛くて、そんななんかね、あ、ちょっと言い方あれだけど、ちょっとアング今までアングラと言われたところに行ってた女の子が、そんなこと行かなくていいのに、街中歩いてれば楽しめるのに、そうね、わざわざこう家の中に引きこもろうとするそのベクトル、うん、それすごいなって。なるほど、ね、そこたまんない。キャラとして作ってないことを祈るよね。それはわかるわ。ちょっと最近そういうの受ける部分もあるじゃないですか。わかる。それよくない。ちょっとよくない、ね、それよくない。二つ目何ですか今日は。二つ目は、うん、この子が着てて、あ、この水着いいなって思った水着。聞きたい、行こう。僕が好きだったのはこの水着。僕っつったね今この人。競泳水着。マニアックだね。時間帯2時間ずらしたけどそれでもまだマニアックだよね。どういうことよ。あのね、うん、この子スタイルいいでしょ。はいはいはい、スタイルいいんだけれども、うん、そのわざわざ隠しちゃう。ほう。にもかかわらずこの溢れ出るわがままボディ、わがままな感じ、そこがもうたまらないの。わがままだね。これでぜひ皆さんね、この名前で検索して、はい、画像検索してください。あ、わかりました。そうしたら出てきますので。もうたまらんち、たまらんち、たまらんち会長、たまらんち会長です。わかりました。もうすごいサッカーチーム1個持ってますよ。3つ目は、はい、3つ目は、はいよ、この子がした好きな発言。はい、いきます。はい、この子リーガ、エスパニョーラの魅力を届けるワウワウリーガールっていうのに就職されたのに、私サッカーはあまり詳しくないのですが、私も勉強させていただく気持ちでリーガールとしてしっかりサッカーをアピールしていきたいと思いますって、サッカー音痴なことをバラしちゃうところ。ありがちなんじゃないの。でも、うん、ね、よくあるじゃない、こう、あ、私これすごい前から気になっててって思わず言っちゃうことがいるじゃない。はいはいはい。でやっぱ あるじゃない。じゃ、芸能人はそういう子を見てるんじゃなくて、うん、顔と体で見てるっていうところがここ大事。まあ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 、チャンスは平等にあるべきですから。まあね、うん、そうね、くじ引きな感じ感があるじゃない。まあ、いいじゃないですか。うん、うん、確かにね。そう、そういうところがなんかはっきりね、うん、物言うところがいいかな。裏を持てない感じ。そうそうそうだ。はいはい、そうなんです。わかりました。わかった。じゃあ、この子の魅力伝わった。伝わった伝わった。もう画像で大体わかってるから大丈夫。じゃあ先生まとめてください。岩崎さんまとめるとどんな子なんでしょうか。岩崎奈美ちゃん。奈美ちゃん、この子をまとめるとこうなります。ペロ。16、7歳なのにすごいいい体だね。でも思ったことをはっきり言っちゃうところが素敵。おお、素敵でまとめてきたね。素敵でまとめました今回は。はい、ありがとうございました。いや、今回の子はね、うん、僕もねこの辺すごい好きですね。脇のあたりね。はい、ぜひ皆さん見てほしい。好きなために今日はかなり積極的にちょっと発言しちゃいました。ありがとうございました。はい、ありがとう。このコーナーでは高橋エリー優先生解説をしてほしいアイドルを募集しております。我が町にはご当地アイドルがいるのでぜひ会いに来てほしい、ぜひ私のことを番組に呼んでほしいんだけれども呼んでほしいなど、アイドルにまつわる情報を教えてください。また番組に出演したいアイドルや女優の方も募集しております。番組ページのメッセージはこちらからアイコン、もしくはメールアットマーク ct-radio.net、 メールアットマーク ct-radio.net までどしどしお寄せください。皆様からの情報をお待ちしております。以上、アイドル座談会のコーナーでした。それではここでもう一曲お送りいたしましょう。路上ライブなどでも活躍されております青葉学園の皆さんです。ね、いい曲多かったですね。今日はこの曲をお送りしましょう。またいつかからドリーマー。朝すまくぎふとすいたくてベッド蹴って外に飛び出す。ひんやり冷たい足の裏が
私が好きなツナ缶はホワイトミートツナです。私は中国の五香というツナ缶を一生食べ続けていこうと思います。私たちはクロストークレディオの DJ です。 You and 瀬戸っちのクロストークレディオ。大人ラジオ相談室、皆さんこんばんは。大人ラジオ相談室のお時間です。ラジオのお兄さんゆうです。大人ラジオ相談室では世間にうごめくありとあらゆる疑問をクロストークレディオ的に解決をしていく、そんなコーナーです。今日の大人ラジオ相談室はクーラーをかけずに熟睡する方法、 PC に居座り続けるウイルスの駆除法など何でもどんどんご相談ください。それではご一緒していただく先生を紹介していきましょう。本日の先生は白い眼鏡って目立つんだなと再認識した瀬戸内先生です。先生こんばんは。こんばんは。どうもこんばんは。いや白眼鏡目立ちます ね、 目立つよね。やっぱ暗いところだとね目立つよね。よくライブハウスとかでもね、うん、前の方で聞いてくれてた白い眼鏡の方俺かみたいな ね、 そういないですからね。いないです。ちょっとでもさっきの曲紹介させてくださいよ。はい、はい、お願いします。青葉学園さんね、はい、ドリーマーね、うん、あの本当は3人組らしいんですけど、この間1人が卒業されちゃってね、うん、新しい新入生がいらっしゃるなんて話してましたけれども、うん、まあ、音楽をエンジョイするっていうことをねテーマにして活動されてるってことで、先ほどお送りしたのはね、あのミニアルバム3曲入りのアルバムでまたいつかっていうのがあるんですけれども、それから1曲ねドリーマーっていうのをお送りしました。よかったですね。よかったですね。声が可愛いですね。確かに、はい、分かります。あとね楽器がね、うん、うまいんですよね、音源で聞くとね。あ、確かにそうですね。いや、ぜひねライブも素敵なんで、そうライブもね、うん、皆さん足を運んでいただきたいなと思います。いい音。はい、それではいいですか。はい、大人ラジオ相談室の方を進めさせていただきますよ。はい、はい、ね、本日の相談来ていますよ。白い眼鏡が気になったクレッセントな噂話さんからいただきました。どういうこと。多分これあれですね、三日月ゴシップ。はいはい、なるほどね。はい、はい、いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうさん、瀬戸っちさん、こんばんは。こんばんは。世間は夏休み、
先週はお盆休みだったこともあり、多くの人がお休みだったそうです。お盆、ゆうさんはいつ夏休みなんですか？知りません。それはともかく、長期休暇の後に学校や会社に行った時に、友人や同僚に何と声をかけていいのかわからない時があります。新年明けは明けましておめでとうとか言えますが、夏休み明けとかそのお盆休み明けには何ていいのかちょっとよくわかりません。ゆうさん、瀬戸市さん、お盆休みなどの長期休暇の後の挨拶の仕方をぜひ教えてくださいと。わかりますよね、僕これすごいわかります。ほう、ね、日本ねいっぱいあるじゃないですか、長期連休って。その1週間ぐらい休むのがここぐらいあるじゃないですか、うん、年末年始とか、うん、ゴールデンウィーク、うん、お盆休み、うん、あと最近秋だのシルバーウィークってあるじゃないですか、はいはい、シルバーちゃんみたいなのね、あるじゃないですかね。よくわからないけど、はいはいはい、そこで、うん、ね、確かにね、こう年末年始とかだと、うん、たまにこう日焼けして帰ってきたりとか、うん、夏休みもそうですけど、うん、こうなんかお前どうしちゃったのっていう挨拶も変じゃないですか、ね、ですごい返信して帰ってくる人もいますと、はい、海外だとね4週間いなくなったりするところもありますと。そしたら多分別人になって帰ってくるじゃないですか。もう少女が大人の女になって帰ってくるよね。まあ、ひと夏でね、ひと夏でね、高校生とか大体そうなりますよね、あれみたいな、そう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 、雰囲気変わったみたいなね。そうそう、急に髪染めちゃった、うん、とかね、ありがちです。付き合う友達変わってるとかあるじゃないですか。ありがちですね、はい。まあ、そんな時に、うん、こう特にその夏休み、徳野さん、はい、それは置いといて、はいはいはい、特に今夏休み期間中ですから、はいはい、夏休みの後の挨拶の仕方を考えたいなと、うん、QY でいいんじゃないですか、本当今日うち来るでいいんじゃないですか。それ朝に、朝一で言わないでしょ。はいはい、はい、うん、会社とかで、会社で朝来て今日うち来るっておかしいでしょそれ、うんうん、うんうんじゃなくて、そうだね、うん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 、次のツッコミを待つじゃないよ。怖い怖い、うんうんってそれ納得するんじゃない、飲み込めそう。そこで、うん、こう夏休みに、うん、の長期休暇に帰ってくる夏休み、うん、はい、でしかもそれだけで分かりにくいんで、うん、ちょっと3つぐらいのパターンで考えようかなと、うん、相手がどういう状態で帰ってきたかと、はいはい、そこで挨拶の仕方って変わるんじゃないかなと、うんうん、まず1つ目、真っ黒に日焼けして帰ってきた人、はい、その人には何て言うべきか、はい、2つ目、前とあんまり変わらずに、うん、ちょっと元気がない人、うん、なんかお前前と変わらず白いなみたいな、はいはいはい、あとなんかハワイとかバリとか多分南方に家族で行って、うん、なんかすげえ帰ってきたら、いやマジオアフ最高とかこう言っちゃう人いるじゃないですか、はいはいはい、そういう人に対してなんて挨拶を言うか、この3つの視点でちょっと切り込んでいきたいなと思ってますと。あ、まあ、基本的には多分前と変わらず元気がない人が多いのかと思うんですけど、はい、うんうん、まあ、日に焼けた人とこうなんか感化されちゃった人、うん、はい、まあ、その人たちにはどういう風にこう対処していくかと、それを今日は考えていきたいなと。その2パターン考えればいいんですね。まあ、メインはその2つですけど、はいはい、ちょっとその元気がない普通の人にも優しく声をかける、うん、そんなクロストークレディオですから、うん、そこも考えていきたいと思うんですけ ど、その3つのパターンでいきたいと思うんですけど、はい、どれからいきますか。じゃあ真っ黒でいくか。真っ黒に日に焼けた人、なんだろうね、ヒサロとか。夏休みなのに。まあ確かにね、うん、ヒサロ急に真っ黒、あ、取れちゃった。真っ黒で、いやヒサロじゃないんだよ、ここ行ってきたんだよっていうところで会話が弾むからね、うん、はいはいはい、それいいかもしれないですね。あ、いいね、うん、もしかしげるとか。違う違う、俺もね最初しげるだった。あ、ほんと。しげるはさ、うん、世代的にみんな分かるのかな。分かるね、ギリギリで。ギリギリ分かるかな、うん、あとテレビとかの出てくるから分かるか、サップとかさ。それボブサップの方、それもう人種変わっちゃってるよね。完全にね、それ体出来上がってるじゃん。なんだろうな、何がいいかな。ヒサロいいね。ヒサロ、ヒサロ、ヒサロ行ってきたのって、なんかこう次話進めやすそうだよね。いや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 つって仕事に戻ったりして。ヒサロ、いや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 、やべえ、ちょっとみたいなさ、そういうそういうさ、うん、某外資系の会社みたいな、そういう感じ、どう？やだ、やだ、ダメ？それやめよう。それそこちゃんと話が進む方向でいこうよ、そこは。あとなんだろうね、こう…サイパンとか。マジじゃあ、なんかちょっとその場所を言ってみる。場所行っちゃう。あ、確かにね、その方が、うん、いや違うよ違うよって言いにくい、言いやすいからね。南極とかそういう。南極確かにやけるけど。ゲレンデとかなんか。シーズン違うからね。あ、南半球行ってね。そうそう。あ、それはあるかもしれないね。あ、そういう具体的な地名を言って。地名を言うっていうのどうですか？うん、でも日焼け感をこう上から被せていって、うんうん、こう相手がどこ行ってんか引き出すと。で楽しい話を進め。あ、なるほどね。じゃあおやつももらい。なんか切れるってのはどうですか、逆に。
え、どういうこと？見て、うん、もういきなり、うん、おはようございますとか言ってパッといきなり顔変わって、はいはいはい、仕事しろやってこう真顔で言うみたいな。休み中なんだからいいでしょ、日に焼けても。そうだね、急になんかね、あの、うん、水曜日休んだと思ったら日に焼けてるとかじゃないでしょまあそうね、うん、それならいい。大事なミーティングがあるのにもかかわらず、うん、ブランドですとか言って休むとかそういう感じじゃないもんね聞いたことあるね聞いたことあるけど、違う、そうじゃない、うん、そこちょっとトゲがあるからね、うん、あ、ごめん、そう、ね、あ、でもそれいいね。南極、南極いいね。まあヒザロとかね、うん、場所を言いましょうか。南極、南極行ってきたの、ヒザロ行ったの、うんうん、ちょっとね、定番化するためにはヒザロにしますか。日焼けは、日焼けはヒザロにしますか。ちょっと短絡的な感じもするけどいい。でもやっぱ南極の方が良くない？ワールドワイドな感じがするじゃん。南極だってさ、うん、人に分かんないから。それだって仕事されちゃう可能性あるじゃないですか。南極だっていや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 ってなる可能性あるから確かにね。なんかもうちょっとカジュアルだけど、うんうん、なんていうの、こう面白いというか、面白いっていうかなんかね、真面目な感じですけどね。なんだろう、電子レンジ？多治見とかどう？多治見とかさ、あ、日本で一番暑いとこみたいな。暑いから、あ、多治見とかさ、もっと標高高い方がいいのかな。標高高い、日焼けしやすいじゃん。残富士、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 違うねそれね。そうなの、ちょっと最近って違うよ。残富士と残富士、残富士、残富士でいいんじゃない。とりあえずじゃあ今回残富士、残富士焼け、残富士焼け、ちょっと業界人的な感じ。確かにね。今日聞いたんですけど、業界人的なカーディガンの着方、うん、最近流行ってるらしいですね。斜めにするやつ？ちげえよ。違う、どんなんだっけ、こんなやつね。あ、普通に肩にカーディガン巻くやつ。そうそう、最近それ斜めにたすき書きするっての流行ってる。そうなの、うん、そう、箱根あたりで、箱根タンパイクあたりかな、うん、そうか、っていうのを聞きました。残富士、残富士、そうね、ちょっと残富士行ってきたかな。オッケーオッケーオッケー。残富士でシースーみたいな。残富士でシースーねえよ残富士サンライズ、残富士で、残富士サンライズ、残富士サンライズ、オッケー、残富士ローゼンみたいな。どういうこと？適当です、はい次は何で、真っ赤に日焼けした時はそれでいきましょうと、残富士で全然前と変わらずに、うん、こうなんか真っ白のまんま、うん、で元気がない感じでいつも通り来ちゃった人、うん、その人に対してあるじゃないですか、やっぱりなんか普通にこう、お前足で歩いてないだろうって、重心前に倒してそれを支えるために右足と左足出してるだろうって人いるじゃないですか知らんはいはいはい、そういう人いるじゃないですか。その、ね、そういう人たちに対してはなんていうか、なんていうかな、でもね、それほら休み取れてない可能性もありますからね。そういう時にさ、残富士って言っちゃうとね、うん、高尾山だよって言われちゃいますから違うでしょ、それ、うん、気をつけなきゃいけないな、うん、なんだろうね、難しいよね。なんだろうな、なんだろうね、夏休みだもんね。なんか、あ、お疲れ様でございましたとか、なんかそういう敬語で攻めるっていうどう疲れたっていうのはどっちの意味でも取れる疲れてるね、どうしたのってこう、あか、何も言わずこう S カップかね、うん、スッと、うん、スッと、あ、難しいね、難しいよね。あ、じゃあ、じゃあヒサロのあの招待券とかペットあったっすか。ヒサロの招待券、うん、ルンバとか、ルンバこれ疲れてるからさ、移動しやすいよ。あ、移動疲れるの、疲れるからルンバで行こうかっつって、うんうん、そうそうそう、すってルンバ渡す。ルンバか、うん、じゃあルンバで、ルンバでいいの、うん、ヒサロじゃなくていいの。難しいよね、うん、それでもほんとなんて声かけたらいいんだろうね。普通に真面目に考えたらなんて言う、お疲れ様ですぐらいしか言えないかな。おはようございます、あ、休みっていう感じですよね。そうそうそう、休み、業界読む感じね、休み、それ休みっていう感じになっちゃうもんね。これなんとかしたいって話なんでしょうかね。そうそう、なんとかしたい、どうしたらいいんだろうね。じゃあちょっとこれ番組終了までに募集しましょうか。はい、皆様から今日も2人しか聞いてませんけど、絶対ね、いい答え出してくれるお二人なんで、はい、じゃあその二方は、そういうプレッシャーを、今すぐに、夏休み明けに全然前と変わらずに元気がいい人、はい、ね、どういう風に返事をするかちょっと教えていただきたいなと投げやりだね、思います、はい、ちょっと最後にサクッと、うん、あのハワイとかでそのね、南方諸島に感化されちゃって、うん、いやマジ南の島最高とか言っちゃってる人がいたらどうしますかっていうのを、それは、うん、いいんじゃないですか。いいですか、なんていうか、うん、その乗っかってあげればいいんじゃないですか。だよねって、そうそう、あ、ほんとそう、あのカウカカ通りのさ、 ABC マート2階にあるなんとかっていうなんとかがすっげえマジうまいよねみたいな、知らないだろうみたいなテイストで話をするみたいな、全部言ってること嘘なんでしょ。そうそうそう
感覚通りの ABC 通りまで合ってますから、ちょっと何相手の鼻折るみたいな感じ。そうそうそう、おおお、ま、マジ、まあ、みたいな感じにするってどうですか。わ、はいはい、かりました。じゃあそれでいきますか。いいですか。はい、はい、ありがとうございます。乗っかるっていう、だから事前勉強重要ですね。はい、わかりました。あ、なんか来てますね。あ、ありがとうございます。フィジーさんから、はい、休んでた間にこんなことあったよとか。ああ、確かにね。なるほどね、はいはい、休んでる間にみんなでなんだっけ、イメージビデオ見たよとか、そういう感じですか。なんかどういうこと。バニラアイスこぼれるの見たよみたいな。あ、そういうことね。そういう感じ、はいはいはい、エア彼女とエア休暇。なかなかハード高いね。この2人すごいな、やっぱ。エア彼女とエア休暇。あー、だから嘘つくってこと。嘘っていうか、そう、ね、そのエア彼女とエア休暇したよ、はいはい、うんうん、あ、エア休暇って便利ですね。確かに、ね、エア休暇っていいですね、うん、エア休暇やってみますか今度。じゃなくて、うん、その白い人に何、うん、エア休暇っていう。あー、そういうことな。これちょっといいじゃないですか、うん、これにしましょう。これしましょう、うん、じゃあ肌白い人には、うん、どう、何、エア休暇したの。エア休暇、エア休暇、これいいじゃん。あ、いいね。さすが、さすがです。ありがとうございます。さすがですね。解決できましたね。よかったよ、はい、まとめ、最後にまとめると、はい、真っ黒に日焼けした人に対しては、うん、ヒサロ、うん、じゃない、サンフジ、サンフジ、ザ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 ンフジって聞くの、うん、はい、で前と変わらずに元気がない人は、エア休暇。マジ上から見てる。ちょっと南方諸島に感化されちゃった人にはちょっとそれず乗って乗っ、ちょっとなんか適当なこと言ってみる、うん、ということですね、うん、いや良かったですね。ちょっとだんだんこのコーナーも適当になりつつありますね、これね。よくないですね。ちょっとね、うん、次回またいろんな相談あると思うんで、はい、そこを的絞って頑張っていきたいと思います。そうですね、はい、はい、このコーナーでは、うん、会社の隅でひっそり佇む、知りたいけど調べるほどのもないかなといった疑問質問を募集していきます。クロストークレディオの DJ2 人の視点でお答えしていきます。番組ページのメッセージはこちらからアイコン、もしくはメール @ct-radio.net mail@ct-radio.net まで皆様からのお便りをお待ちしております。以上、大人ラジオ相談室でした。ねえ、知ってる？ユウさんが運転するレンタカーって瀬戸地が運転する原付より遅いらしいよ。ユウ&瀬戸地のクロスオークレディオ。みんな大好き相鉄線の歌のコーナー、みんな大好き相鉄線の歌のコーナーです。このコーナーでは相鉄線各駅の歌を勝手に作っていきまして、相鉄の素晴らしさを全世界に広めていこうというコーナーでございます。おさらいしておきましょう。相鉄とは、横浜線を起点、横浜駅を起点に持つ、ダメだな、はい、横浜駅を起点に2つの路線を持つ大手私鉄でございます、はい、横浜海老名間を急行で約30分で結びますが、体感速度は恐ろしく遅くございます。そうですね。でね、うん、前回ちょっとお話しした相鉄のね、広告貯金なんですけども、はいはいはい、これはね、うん、間に合わせんでした。前回は忙しくていろいろあるからね。そうなのよ。ということで、はい、今回から、うん、ちゃんとやります。これ何かというと、はい、その Facebook にね、ペッてあげて、はい、でいいねってついた数かけ100円を割り勘して貯金して、うん、はい、貯まったら、うん、相鉄に広告を出そうっていう、そういう企画ですね。わかりやすいですね。わかりやすい、はいはい、皆様のいいねの数だけ我々の広告費がこう増えると、うん、僕らの支出が増えるとそうですね、もう自動的にね、うん、なんだっけ、給料明細に書いてくれたらいいのにね、広告費用代括弧相鉄とか言って ね、いいねかける100とか、そうそうそう、工場のところにペッてこうね、1800円とかペッて出してくれる、ね、18人の方に寄せてもらいましたね。はい、はい、まあ、そんな感じでいきましょう。今日の駅ね、だいぶ相鉄線のね、二俣駅側から、横浜より、うん、だいぶ減ってきましたけれども ね、はい、今日の駅こちらですよ。天王町渋いよね。天王町って天王町とは神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2丁目にある相模鉄道本線の駅だぞ、福山ですどうした、相対式ホーム2面2線を有する高架駅ですね。これ実はですね、今工事中ですけれども、うん、相鉄線の中で唯一高架駅なんです。
今現在は高架なのね。高架なんですよ。高架なんていうのかな、その高架上に駅があるっていう、うん、で改札は下にあるんですけどね。あ、唯一なんですよ今相鉄線では。そうなんだ。そう、まあ、横浜駅を除けばですけどね、横浜駅はもうなんかなんていうんですか、高架上にあるな、うん、まああれです、なんかね変な形ですからね、うん、そうなんですよ。あ、そうなんだ、うん、へー、あれ、はい、うーん、で、改札内コンコースと各ホームも連絡するエレベーターが設置されていると、はい、で駅前広場は旧片平橋跡であると、うん、よくわかんないですけどもで当時、当駅から星川間ですね、はい、連続立体交差事業により、うん、島式ホーム一面二線に変更する予定だったんですけれども、うん、計画変更によって、うん、工事完成後も、うん、相対式ホーム二面二線のままとなると、うん、全くわかんないですね。いやだからあれでしょ、今ほらあのプラットフォームが2つあるけど、はいはいはい、これが1個になる予定だったんでしょ。あ、そういうことね。あの西横浜とかみたいな、はい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 、左回しみたいな、それが今の状態のまま残るってことになったね。はい、で2011年度の1日平均、乗り降り人数は 27,316 人であって、うん、相鉄本線内の優等列車通過駅の中では最も多いと。要は各駅、はい、各点の中で一番多いと。ああ、そういうことね。これはもう近くにね、あのビジネスパークがあるからですよ。あ、そういうことですか。そういうことですよ、はい、たくさんの方がね、まあ、結構いろんな方も住んでらっしゃいますしね、うん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 、はい、ということで今日はこの天王町駅の話をしていきたいと思っております、はい、歌をしたいと思って歌いたいと思いますお話ししていってくださるということですね。ありがとうございます。まあ、天王町駅はちょっとお話しましたけれども、そのビジネスパークっつってね、うんうん、某巨大多国籍企業 S 社さんのオフィスがあったりとか、まあ、いろんな、そうなんだ、そうなんですよ、でいろんな他の会社さんもいろいろあるみたいでね、ちょっとしたオフィス街になっておりますので、はい、そこに勤める人の歌、うん、ということで今回は、歌を作ってきました。はい、何がしたいの？なんかね、うん、今日テンションがおかしいんですよね知ってる。じゃあいきましょう。はい、天王町の歌。ちょっと待って、どうしようかちゃんと前奏やりましょうか、うん、あれ何？歌詞飛ばした感じ？あなたあのね、歌詞飛ばした歌詞飛ばした、出だしを飛ばしたじゃあこれ何、ま、あのしきたりに乗っ取ってまた次回っていうパターン、これあじゃあまた次回だね、これね。あれあれ瀬戸っち、僕は歌えますよ、ま、ちなみに歌える、僕歌えますよ本当に、はい、ちょっと出だしを歌ってみてくれる？もうだってこれ歌詞飛ばしたらさ、うん、あれでしょ、ロック調にして次回やるっていう、そういう話じゃない？そうですそうです、やり残した仕事ですよ。はい、ありがとうございました。ということでまた次回お会いしましょうはい、早く、はい、おい、私が好きなツナ缶はホワイトミートツナです。私は台湾は好きですが、台湾のツナ缶はあまり好きではありません。私たちはクロストークレディオの DJ です。よ You and 瀬戸地のクロストークレディオ。夜11時より1時間にわたってお送りしてきましたクロストークレディオ、そろそろ別れのお時間です。やりたい放題ですねあのね、はい、瀬戸さん、何ですか？ごめんなさいあのね、ただただすごい、またやりましたよ。なんていうんですかね、こう、はい、ただただ平誤り、うん、平沼橋じゃなくて、だんだんね法則が分かってきた。何、ね、聞いてらっしゃる方が、うん、めっちゃ少ない時に大体忘れるっていう、うん、そういうことがね分かりつつあるね、うん、分かりつつある、うん、あるいや、これもうあれだな、もう次回ゆうさん自分でギター弾いて一、うん、人でやるってのはどう？そしたら絶対忘れないでしょ、うんうん、ちょっと
で僕なんか合いの手入れるあいやーとか言えばいいですよね。なんで瀬戸っちが忘れた時は、うんうん、特にそんななかったのに俺が忘れた時だけはこうなんかいつもの10倍返しだみたいになるわけ。まあ次回ですね、あの本当にすみませんでした、はい、しょうがないしょうがない、スケジュールタイトだっていうこともね、これ相鉄の駅いつフルフィルするんだって話とかもしてるんですよ。逆算して逆算してね、今週までにこれここまでいつまでこれやんないといつまでこれやんないと、ね、もうディレイするよっていうね、うん、もうディレイ確定ですからこれで。やばい、ワンウィークだ、ツーウィークディレイ、ツーウィークディレイですよこれ。やばいよこれ、やばいね、はい、もう下手したらあれですもん、うん、なんか1時間ずっと相鉄線の歌っていう回がやらなきゃいけない可能性ありますからね。3、4回出ちゃうかもしれない。やめてよちょっともう。まあ次回ですね、本当に、はい、申し訳ございませんでした、しょうがない。はい、番組には皆様からのお便りをお待ちしておりますよ。番組ページ、はい、ct-radio.net のメッセージはこちらからアイコン、もしくはメールアットマーク ct-radio.net まで、番組へのご意見ご感想、など何でもどしどしお寄せください。ツイッターのアカウントもあります。アカウントはクロストークレディオです。番組情報満載でお送りしておりますので、ぜひぜひフォローしてください。番組に関するツイートは直接クロストークレディオアカウントまでリプライしてください。またクロストークレディオはポッドキャストにも対応しています。番組ページトップにあるアイコンから登録できます。皆様ぜひ iPhone、iPod からもクロストークレディオをお楽しみください。なおポッドキャストによる配信は音声のみとなります。ご了承ください。来てますよ、はい、フィジーさんから、うん、リスケリスケね、トラッキーさんから、はい、罰として、6つ台日大前の歌を即興で歌いなさい、アカペラで。それでは聴いていただきましょう、6つ台日大前の歌、ゆうさんバージョンです。6つ台日大前は大きなロータリー、10年前ぐらいになるけど大きな駐輪場ができた。でも僕が好きなのは美味しい中華料理屋さん2階にあるから、そこに行ってね、餃子が美味しいよ。あと春巻きになぜかケチャップついてくる。ありがとうございました。俺なぜかそれ聞いてさ、うん、あのビバ法師を思い出したなんでだろうね現代のもうなんていうんですかね、現代のこの若者のフィーリングをリリックに乗せて歌う、うん、現代のビバ法師でしたよ本当。まあそうなるよね、うんうん、ビバ法師高橋でしたね。そうなると思うよね、うん、いやそうなっちゃうよね、やっぱりね、そうなっちゃうよねあれ何何あここれ なんていうのこれ、ね、関東、関東、うん、関東っていうところなんで、はい、知ってるんだね地元トークやめてくださいよ、はい、今一回花屋なのかな。あそうなんだ、うん、あのね焼肉屋さんの斜め上だと思います、はい、だけど花屋の花はさて次回の放送ですけれども、再来週でございますよ、9月、これいつだよ、9月74日っていつだねこれ、9月4日9月7日かな、7日じゃん、9月 7日土曜日夜11時、9月7日土曜日夜11時からの放送です。この時にはね、6つ台日大前歌のフルバージョン、はい、それから嘘なんだっけ、天皇町駅の歌ね、はい、これを聴いていただくということで、うん、楽しみですね。多分ね、ゆうさん初作曲ということでね、多分ね、はい、次回の6つ台日大前の歌、うんうん、曲調歌詞、うん、全く別物ですでも上のはい、行きましょうか。本当でもひどいね、ゆうさんが失敗した時のこの仕打ちのひどさね、すごいね、うん、俺とは全然違うもんな、本当にそろそろ反乱起こすよね、うん、人見てるよね完全に、うん、さあ最後にこちらのコーナー参りましょう。明日痩せる DJ ゆうの新別とっさのダイエット講座。もう訳がわからない人生生きていれば太ります、その時気の利いたダイエット方法でいつもその体重をさっと収める DJ ユーこのコーナーではそんな使えるとっさのダイエット方法を DJ ユーに教えてもらおうというコーナーです、はい、ということでね、うん、順調に痩せてユーさんね、うん、見た目が痩せてきちゃったんだよね。あでもね、うん、腹筋がついてないんで、うんうん、あれなんですよ、あんまりなんですよ。あそうなんですか、うん、いやもうなんかねこの間さ会社の人に言われたんですけど、うん、触診した結果、うん、瀬戸内の方がやばいって言われましたもんね
それはね、もうあれでしょう、図より明らかでしょう。そうなんですよね。だからさ、ちょさっき打ち合わせでもありましたけれども、ユウさんが一段落したらね、一段落する前にやった方がいいんじゃないですか。徳野さんを痩せなきゃいけないんじゃないかっていう。そこは置いといて、自分のことはなぜ棚にあげるのか。ねえ、それはどう。だって胃腸がちんじゃんもん。ふんふんってなりがちなのをぐっとこらえて鈴さんも痩せようとしてるらしいですよ。嘘だろうね。いやもう痩せますよ本当。じゃあちゃんと測ろうよ。やだよ、みんなの前でやろうよ。やだよ、なんでやんないの。それはさ、とりあえずゆうさん体重測ろう、ちょっと時間押してるから。卑怯だなこいつ。まあね、そこはね、ちょっとまああれですよ、ちょ公害になっちゃうからね。それ前回ゆうさんいくつでしたっけ。 66.3 だっけ。そのぐらい、はい、うん、66.3 くらい、うん、適当になってきたな。もう放送聞きましょう。ちょっとすいません。いいですか。はい。まあ服がちょっと今日ね重めかもしれないなっていう心配は。あれ3だっけ。まあいいや、はいはい、とりあえず、はいはい、今回の体重、はい、教えてちょうだいな。 66.7 あれなんかさ、うん、服にもよるじゃん。俺でもこれ揃えてきたつもりだったの。あ、ほんとそうなんだ、うん、うん、へー。ちょっともう一回放送を聞いてやってみたいな、はい、でもあんまそんなに劇的な変化なさそうですね、うん、あの押してるからまあいいや。これについてはすごい言いたいこと山ほどあるんだけど、うんうんうん、瀬戸内乗ろうよ一緒に。さあそんな感じでね、お送りしてきましたクロストークレイド。楽しかったですね。楽しかったな、それではクロストークレイド、また次回です。お相手は瀬戸内とゆうでした。それではまたお会いしましょう。さよなら。この後はエロストークレディオです。何楽しかったな。今日も変わらずツナ缶試食。クロストークレディオはマグロの乱獲に絶対反対です。美味しいツナ缶をいつまでも守りたい。イワンの瀬戸内のクロストークレディオ。